えー、2024年2月 4,、えー、4日19時22分、えー、以前からその何回か手直ししてるんですけども、このゴジラマイナス1.0のところが、えー、そのマイナス1のところが何回コンマと0打ち込んでも、そのコンマの部分が消えて、コンマあコンマ という言い方で良かったかどうか分かんないですけども、要するにこの小さな点ですね。で、もうここ1.0にしないで1にしました。で、ここ見てもらったら分かる通り、これが正式なファイル名なんですよ。で、打ち込んでるんですよ、ちゃんと。ちゃんと打ち込んでるのが、これが最初の状態。これがサイバー攻撃によるものなのか、不法侵入者によるものなのかはちょっと分からない。私には。正直、パソコンを毎日持って移動するのは無理ですね。 で、そのものが、その、ゴジラの件、淡ケースからの提案でっていうところを理解してるのかどうか、ハリウッドとかの関係性とか、えー、どれぐらいのことを分かってるのか、政治経済と世界の政府との関わり合いなど、そこなんですよ。どうせよく分かってない人間が知ってるんでしょう。人がするにしても、サイバー攻撃にしたとしても。 不法侵入でここのタイトルのところを変えてるんだったとするのであればねあとサイバー攻撃にしてもだと思いますよえーっとまああのー、テレビに向かっての声がけ等々に関しては、えー、総理も認めています許可ありなんですよあワリケイスケの場合はねでそれに関して、えー、正式な文書は持っていません えー、岸田総理が今のお前の周りって国会で大声で言ってくれています。で他の国会議員の人たちや、えー、議長なども、えー、私が思ったこと等に、えー、対応して声を発しています。周りに、えー、すぐ近くに人がいないのに何か言ってる内容が、えー、今喋ってる内容と違うなって思うときは、まあ、大体僕からの 喋、えー、った声か心の声か頭の中で考えた内容か字幕を読み取った内容が伝わっていますそういうことを国会議員の人たちは知っています新人の国会議員の方はどれくらい知ってるか分かりませんけどだからその辺のところに関してどこの誰がこういうふうな嫌がらせをしていたのかっていうことですねゴジラの件に関して、まあ、アカデミー賞にノミネートの件 ハリウッドでも好評ですんでなんかこう私としては水を刺されたような感じですね。